次回予告としてね。<laughs> あ次回予告としてまたこれはでってエジプトのアレクサンドリアに行ったところから、まあ、イ,ンドインドでついに数字が完成したよとなりましたね。うん、で、このインドの数字をもってついにこのインド数字がアラビアへと渡ります、はい。で、アラビアでまたある出来事が起こるんです。 アラビアである出来事が起こったことをきっかけにその数学の中心地がアラビアへと移ります。そしてそのアラビアが生んだ最大の天才数学者、ね、あるある男がね現れるわけですよ。あるある男がね、えー、ある男が現れるんです。で、ね、その男が現れたことによってこのアラビアの数字そしてアラビアの計算術 これが、ね、もう最高潮にまで高まりましてそしてその、ね、アラビアのある男が書いた数学書をイタリアの、まあ、とある男がまたヨーロッパに伝えていくんですねそれによって数学の中心地がまたヨーロッパの方へと移っていく、はい、このインドからアラビアそしてアラビアからヨーロッパへの お話を次回次回よろしくお願いします。ありがとうございました。もう、もうまさに先生が今、次回って言っちゃいましたからね。もう、これはやらずにはおれないということで、もう、早速。いつも通り急いで。いつもり。急いで。はい、急ぎましたよ。今日はすごく急ぎました。というところで、早速もう、 じゃじゃんと、じゃじゃんと言っちゃいました。今、チャットの方にもおきましたが、ねえ、お約束した部分、今予告した部分、やらずにはいられませんので、6月の6日じゃないや、6月の3日、3日に開催したいと思いますので、この続きを6月の3日にやりたいと思います。